じゃじゃんと、おはようございます。今日は5月の22日かな。5月もかなり後半に入ってきましたが、どうですかめいちゃん、今日の体調は良さそうで元気そうやね。耳大きいな。じゃん、ネルさん、おはようございます。今日はどうでしょうすごいモフモフの上におりますが、ね、かわいいな、すごいかわいい。よしよし、今日も始めましょうか散歩やってまいりました。今日の天気はもう一日曇りでしたねまあでも過ごしやすいですよね、これぐらいの天気。気温もね、結構上がりすぎない感じで25度ってなってましたんで、割とめちゃくちゃ適温かもしれないですね。気持ちよさそうやな。よし、メルさん頑張れ。よしよし、ナイス。いいよ。入るやよいしょ。はい、ただいま。じゃんと、今日はね、朝ごはんでこのいつものバナナとどら焼きいただきます。ツンダーンということで、普通のどら焼きとは違うやつですよね。蜂蜜入りのしっとり生地、結構甘そうですが、これいただきます。昨日の夜にね、買ってて夜食べようかなと思ってたんですが、なんか食べずに寝ちゃったんで、今いただきます。うん、うん、まっ、うまい。いいです。うまいな、これはいただきます。うまい足についてやからな。このね、コルクボードがね、2つなくなっているんですけど、これにはね、ちょっとエピソードがありまして、先日ね、なんとね、トリミングをしていただく方にね、家の中に来ていただいて、家の中でね、やっていただくっていうサービスをね、受けたんですよね。まあ、それがね、いつも頼んでるシッターの方、ペットシッターの方がそういうこともやってますっていうことで、いやもうそれはもうぜひやってくださいということでねやっていただいたんですよ。その時にネルが、基本的にネルはね、こう嫌がるんで、こうやっぱ口輪をね、その時しなくちゃいけないんですけども、まあ、それをつけるために逃げ回るんですよね、ネルがそれでわざとここのコルクボードの上でおしっこもしたりして、めちゃくちゃ家の中逃げ回ったんですよ。それでね、捨てちゃいましたねでも2枚で済んでよかった。他は全然濡れへんかったから、全然使えるんで大丈夫なんですけど、おかげさまでね、この手の爪だったりとか、まあ、足裏のバリカンだったりとか、まあ、肛門腺絞りだったりとか、耳掃除だったりとか、まあ、そういうものをね、ざっとやってもらいましたね。でも、まあ、初めてだったということで、まあ、また来ていただく予約をね、7月にしたんですけども、その時はあのしっかり
全身のカットをしていただいたりとか、で最後に合わせてシャンプーもしていただいたりとかしていただこうかなと思ってます。それが自分の家の中で完結できるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。これは需要あるやろなって思います。そういうのをやってほしいと思う人ね、めっちゃおると思いますね。結構多頭飼いしてる方にとってはもうペットサロンに行くだけで結構しんどいし大変なんですよね。で1日結構やっぱ時間を空けないといけないっていうのも大変やし、まあ、1回来ていただいてね、そのサービス受けて問題なければ、次からそのペットシッターの方が来ていただくときにやっていただけたりとかするんで、めちゃくちゃいいですよね。皆さんこんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、何をしたいかと言いますと、まあこれからね、普通に仕事に上野の方にね行くんですけど、最後の仕事が渋谷で終了するんですよね。でその後に美容院行くことになっております。めっちゃ髪の毛伸びてきたから前髪がねすごい長くなってきたんですよね。後ろとかは基本毎回バリカンしてもらってるから、そんなにね気になったりはしないんですけど、ちょっとね切ってもらいに行こうかなと思います。それがね、いつもね行く、まあ店舗があるんですけど、まあそれの系列で違う店舗のところに行ってみようということでまあ渋谷にねあるんですけど、そこに寄って帰ってこようかなと思います。で結構時間がね遅くなるんで、まあ、仕事終わるの自体がね結構もうほんまに6時とかそんなになるかなと思うんで、割と遅めになると思うんですよね。ということもあって、この子たちはシッターさんの予約をしているんでね、夕方来てもらってご飯とねお散歩してもらいたいなと思いますな、みーちゃんほな行ってくるわな。ぬゆさんも行ってくるわな。いい子しといてや。じゃん。はい、みーちゃん。やん。はい、さん。やん。よっしゃ。行ってきます。ちゃんと。めっちゃ綺麗に咲いと。結構中のね、棒もめっちゃ育っていってるな。すごい。その横にこれもあった。これはまたデカなるんかな。夏にね、オープン予定のホールの工事、めっちゃいい感じに進んでました。まあ、まだまだね、完成には遠いんですけど、まあ、あと1ヶ月もすればね、割と内装も徐々に見えてきてって感じで、だいぶ本格的になってくると思います。ということで、いつも行ってるお寿司ね、行きたいと思います。はい、これからね撮影に向かうんで渋谷に着いたんですが、めっちゃエモいテレフォンスタンドありました。やばくないですかこれ。渋谷の道にポツンとあるテレフォンスタンド、来ました、渋谷さくらステージ。すごい、ここほんますごいですよね。なんか中のショッピングモールも、わあ結構いっぱい入ってきてるんじゃないこれ。スタバもあって、5月30オープン、はい、撮影がね、仕事の撮影終了して、髪も切ってきました。イエスめっちゃすっきりしたということで、結構遅くなったんですけどね、渋谷から
帰りたいと思います。で、めっちゃお腹も減ったんでね、晩ご飯食べてから帰ろうかな。ベイ帰ってきました。よし。すごいすごい。よし。ただいま。よいしょ。ただいま。止まってない。よいしょ。よくわかる。よしよし。おーおーおお。よしよし。見てただいま。よっしゃ。寝る忙しいな。よっしゃ。結局ね、スーパーでお惣菜買ってきました。春巻きとか。うまい。うまい。はい、ということで、そろそろ今回も終了したいと思います。めいちゃん、超かわいい。めいちゃんサラサラやからな、気持ちいいわ、こう触ってても。ねるさん、今日も癒しをありがとうございました。今日も一日ね、ねるさんとめいちゃんめっちゃ可愛かったという方はぜひ高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。